私が、高校生の時に、コンビニエンスストアの方でアルバイトをしていたんですけれども、その時に消費者が何に対して価値を見出すかということに興味を持ったので経営学部の方を志望いたしました。私が経営学部の中で一番印象深く残っている授業は島田先生の経営者論というふうな科目で、毎回の授業でさまざまな過去の経営者の方の成功談というふうなものを聞くことができましたし、その授業はその講義中心というよりもそのグループワークの中心というふうな授業だったので、他の学生と意見を交わしながら一つの題材に対して答えを出していくっていうふうな作業がとても印象深く思っております。もともと自分自身その社会で生きていける力を持っておきたいなっていうふうに思っていて、その中で考えた時に企業を財務面からその把握できるっていう力はその社会に出てからも活かせる力なんじゃないかなっていうふうに思ったので、大学在学中にその財務諸表を分析できる力を身につけたいっていうふうに思って、会計学に関するゼミを選びました。研究発表大会では会計学に関する専門家の方からさまざまな角度で質問が飛んでくるので、その自分自身が一番の研究の理解者になってあげないといけないっていうふうなことがあったので、その事前準備に裏打ちされた臨機応変に対応できる能力っていうものを身につけられたのかなっていうふうに思います。私が中小企業診断士を目指した理由は2点ありまして、1点目が経営学部に入学したということがあって、体系的にビジネスに関する知識を身につけたいっていうふうに思った点が1点目です。で、2点目は大学在学中に何か一つでもこれは頑張ったというふうに誇れる実績を作りたいっていうふうに思ったので、難関資格である中小企業診断士を目指すに至りました。経営学部の専門的な授業を受講することによって、そのレポートの作成であったりグループでのディスカッションを行うことにより、その私自身そのビジネスに関する本質的な理解を深めることができて、その診断士で勉強するような基礎的な理論だけじゃなく、よりその深いところまで理解できたので、診断士の試験でも活かせたのかなっていうふうに思っております。私自身大きい組織で脇役になるよりも小さい組織の中で思いっきり活躍できたので、この大学に入学してとても良かったなっていうふうに思っています。